リバスチグミントはアセチルコリンエステラーゼ素外薬の一つ。スイスのノバルティスファーマ社で創生された経費吸収型製剤のアルツハイマー型認知症治療剤である。製品名はノバルティスファーマがイクセロンパッチであり、オノ薬品がリバスタッチパッチである。アルツハイマー型認知症は記憶、思考、行動に関して 重要な役割を担っているアセチルコリンという神経、伝達物質の脳内生成の減少によって発症するとされるが、コリンエステラーゼ阻害薬は中枢神経内のアセチルコリンの分解を抑えることにより記憶力の低下を防ぐと言われている。本材は2007年7月に米国で最初に承認され、その後 EU 等、世界82の国と地域で承認されている。 A ナイスは、軽中程度のアルツハイマー型認知症に対して、ドネペジル、ガランタミンと並んでリバスチグミンを選択肢の一つとして推奨している。日本国内では、ノバルティスファーマと、オノ薬品が、経皮吸収型製剤として、共同開発を行い、アルツハイマー型認知症に対する本剤の有効性及び安全性が確認され、2011年4月に、 軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制の効能、効果で製造販売承認を取得した。2012年8月より投薬期間制限が解除された。2015年のシステマティックレビューでは、13、研究から軽症から中等症の AD に対し、パッチの方が内服より副作用は少ない可能性があるが効果は同じで、 認知機能や日常生活の活動への効果は小さく、臨床的な意義はなかった。日本初の調負タイプのアルツハイマー型認知症治療剤である。軽度及び中等度の AD における中核症状の進行を抑制する。アセチルコリンエステラーゼとブチリルコリンエステラーゼを強力に阻害し、脳内アセチルコリン量を増加させる。このため、 従来のコリンエステラーゼ阻害薬よりも効果が高いとの報告がある。1日1回の調布であるため、投与が簡便で、かつ使用状況が視覚的に確認でき、服薬管理が容易になる。消化器に対する影響が少なく、他の薬剤との併用の影響も少ない治療剤である。知験では78.8%に副作用が起こり、その内訳は調布部位後半。 調布部位創用感、接触性皮膚炎、調布部位負腫、嘔吐、悪心、食欲減退、調布部位皮膚剥奪等であった。添付文書に記載されている重大な副作用は、である。脳卒中後、1ヶ月以上の意識障害のある患者12名に、リバスチグミン調布薬を使用したところ、9名で改善が見られたとの報告がある。ありがとうございます。